ピート・レヴィンはアメリカのジャズ・キーボーディスト、作曲家、音楽プロデューサーである。ピート・レヴィンはマサチューセッツシューブルックリンで育った。10代の頃の最初に携わった楽器はフレンチ・ホルンであった。彼はボストン大学で学び、ニューヨークのジュリアード音楽院で修士号を取得した。レヴィンは軍隊に勤務している間、1960年代後半に仲間のミュージシャンによって、 ハモンドオルガンを紹介された。1970年代初頭、フレンチホルン奏者としてギル・エヴァンス・オーケストラに加入した。当時、レヴィンはシンセサイザーの演奏を試していた。エヴァンスはレヴィンのシンセサイザーのサウンドを作曲に取り入れ、彼の役割はフルタイムのキーボード奏者へと変わっていった。ギル・エヴァンス・オーケストラとの15年間の関係に続いて、 ジミー・ジュフリーとの8年間の関係が続いた。レヴィンは、ピアノ、ハモンド・ドオルガン、クラビネット、モーグ・シンセサイザーを演奏する。2007年のディーコン・ブルーズや2010年のジャンプなど、バンドリーダーとしていくつかのアルバムをプロデュースしている。彼は2014年に、彼の弟であるベーシストのトニー・レヴィンとのコラボレーションアルバム、レヴィン・ブラザーズをリリースした。 このアルバムは、オスカー・ペティ・フォードとジュリアス・スワトキンスへのオマージュとなっている。レヴィンは、ミッシング・イン・アクション、リーン・オン・メ、資料の牙、レッド・スコルピオン、ハスラーに、マニアック、スピンシティ、アメリカズ・モースト・オンテッド、スター・トレックなどの映画やテレビドラマのスコアに参加している。彼は、ゼラモとディブックという舞台のために彼自身のオーケストラスコアを作曲した。 米国不評の歌を軍楽隊向けにアレンジしたために陸軍表彰メダルを授与された。彼はカーラ・ブレー、ブルーベック・ブラザーズ、ハイラム・ブロック、ジミー・コブ、ビリー・コブ・ハム、ビリー・コロン、カル・デイビッド、マイルス・デイビス、ラシェル・フェレル、ブライアン・フェリー、グレゴリー・ハインズ、ザ・サット・ジョーンズ、メル・ルイス・オーケストラ、アニー・レノックス、チャック・マンジョーネ、チャールズ・ミンガス、ジェリー・マリガン、 ジャコパストリアス、ジェニア、レイバン、ロビー・ロバートソン、ソルトン・ペパ、デイビッド・サンボーン、ジョン・スコフィールド、ウェイン・ショーター、ポール・サイモン、ルース・ソロフ、ジョン・トロペー、ジョー・ルイス・ウォーカー、バネッサ・ウィリアムズ、デニー・ホワイトといったミュージシャンと演奏を行っている。自身の創造的な仕事に関して、レヴィンは、私のアレンジとオーケストレーションの仕事はすべて、 ライブパフォーマンスで経験したことに基づいています。私の最高で、最もクリエイティブなアイデアは、ライブ演奏から生まれますと述べている。オールミュージックから抜粋。マーク・ブラック・ジェイ・チャタウィー、ジョン・クラーク・ビル・コミューギル・エヴァンス・ラシェル・フェレル・ジミー・ジュフリー、リッチー、ハート・トニー・レヴィン・エイミー・ロジェル・ラファイル・ラッド・ジョン、スコフィールド・ルー・ソロフ・マイケル・ビーチル・ボル・ペレニー・ホワイト。ありがとうございます。